どうも、ピン芸人でありながら小説家を目指している斉藤紳士です。よろしくお願いします。前ねこれ言ってたのに急に言わなくなったんでね、何者なんだお前はとね、思われる方多いと思います、ね、文学賞とかでね検索してこう僕の引っかかって見てくれた方なんかは誰なんだろうっていうね感じがすると思います。ご存知のみたいな感じで言ってますけどね、全然ご存知じゃないですからね。さあというわけでですね、今日はちょっと新企画を、したいと思います。ちょっとね小説、ピン芸っていうこう2つのこう柱でやっていこうと思っていたんですけれども、もっと視野を広げてもいいんじゃないかと。であんまりね大風呂敷を広げるつもりはないんですけれども、大きく創作ということでいろんな人のね、意見とか本とかを読んでですね、あこういう考え方もあるのか、こういう角度からも見れるのかみたいなものをですね、提示できたらばもっと広い意味で創作っていうものができるんじゃないかなと。小説を書くことだって、ネタを作ることに、すごくこうなんていうんですかね、有益なというか、すごく有料な情報があったりもしますし、小説を書いていることで気づくネタの作り方みたいなのもあるし、逆もまたしっかりであるんでね、いろんなとこから見ていこうということで、今日ご紹介するのはこちらでございます。荒木博彦先生のですね、荒木博彦の漫画術でございます。出ました。皆さん僕のこの動画を見られている方はですね、どれだけジョジョの奇妙な冒険という漫画を知っていらっしゃるかわからないですけれども、女性の方はあんまり読まないのかな。まあ、僕らの世代でいうともう本当にドストライク世代なんでね、このジョジョの奇妙な冒険を書かれている荒木博彦先生がですね、漫画術の本を実は出してたということでね、これを今日ご紹介したいと思います。これもねちょっとね何回か分かりませんけど何回かに分けてやりたいと思います。非常に面白いですこれね。まあ漫画術と書いてあります。まあ絵の描き方みたいなものも書いてあるんですけれども、まあ、それはね、基本的にはあんまり紹介しないんですけれども、まあ、ストーリーの紡ぎ方であったりだとかですね、キャラクターの作り方であったりだとか、そういうところを書かれています。なので漫画を描きたい方もですね参考にしていただいたらいいと思いますし、まあ、やっぱり小説って言ってもね漫画と近しいところありますから、あやっぱり同じようなこと言ってるなっていうのもあるんですよ実は。なんでねちょっとこの荒木博彦の漫画術をですね紹介したいと思います。まずはじめに何を荒木先生がおっしゃってるか、トリュフォーっていう映画監督ですね、トリュフォーがですねヒッチコック、これも映画監督です、ね、映画監督にインタビューした映画術という本がですねあるらしいんですね。これここで紹介されてて非常に僕読みたくなったんですけど、僕トリュフォーはあんまりですけれどもヒッチコックすごい好きで、昔は裏窓とかね、それこそサイコとかもそうですけれども、バードとかね、鳥とかも大好きでねよく見てました。ヒッチコックってすっごい怖いんですけども、ハリーの災難だったかな、ちょっとタイトル忘れた、ハリーの災難やったと思いますけど、コメディも撮ってるんですよ。むちゃくちゃ面白いんですよ。だからほんまに怖い話と面白い話って表裏一体というか構造はまるっきり一緒なんですよ。最後に怖いことボーンというか、おもろいことボーンというかの違いであって、組み立て方ってすごい一緒やなと僕は思ってるんですけれども、まあ、そのヒッチコックにインタビューした映画術という本がですね、この荒木先生の苦しい時の支えになったそうです。でもう地図だとおっしゃってます、その、映画術という本がね。でそういう本ってあるじゃないですか、そういう本であったりだとか、まあ、映画であったり何か創作をするときにこういうのを書きたいとか、この人のこの考え方が支えになったみたいなのあると思うんですよ。僕はビートたけしさんの新説たけしっていう本があるんですけれども、それをまたここで紹介したいなと思うんですけれども、が心の支えになった本なんですよ。で、荒木先生にとってはその映画術っていう本がその心の支えになり地図になったと。でこの本が漫画を描くあなたの地図になればと思って書いたということなんですね、荒木先生はね。はい。で心が折れなかったのは、結構ねこの荒木先生は、まあ、デビューまでちょっと時間かかったりだとか、なかなかね大変だった時期もあったみたいなんですけれども、そういう時期に心が折れなかったのはですね、自分がこういう漫画を描きたいという明確な目標があってですね、で映画術のような地図があったから何を描いていいかわからないとか、
僕何を書けばいいんでしょうみたいな、あの編集の方が結構厳しいらしいんですね。まあ今はどうかわかんないですけど、特にその漫画、まあジャンプとかってやっぱ売れますから、集英社のジャンプなんてねすごいわけですよ。だからやっぱりもうね本当に厳しいこと言われるみたいなんですけど、そういう時に心が折れなかったのはやっぱりそういう芯があったからだと。でやっぱダメな漫画家さんとかはもう編集部にあまりにも言われるもんか、すみません、じゃあどんなの書いたらいいです、もう言われるがままに書きますからみたいなになっちゃうらしいんですね。そうなったらダメだと荒木先生はおっしゃってるということなんです。まず漫画の書き方としてですね、導入部分の書き方というのを一つ目に紹介したいと思います。まず荒木先生自身、新人賞に何度応募してもダメだったらしいんですね。やっぱそういう時代がどんなクソでもある、こんな人気漫画を長年書くような荒木先生でも、そういう時期はあったということですね。で、よくて最終選考に名前が載るぐらいでボツばっかりだったと。でそんな時に同い年のゆでたまご先生がデビューした。なんと筋肉マンのあのゆでたまご先生と荒木先生は同い年なんですね。信じられないですけれどもね。でもう当時のその編集はひどかったと。もう原稿もね、もう見もしないらしいんですよ。もうパッと見て、あい、ダメみたいな。いや、見てないでしょ、今、みたいな。あい、ダメ、あもう一回書いて、みたいな。それぐらい冷たかったらしいんですよ。で、その時は、ひどい編集者だと。いくらジャンプか知らないけれども、読むぐらい読めよって思ってたらしいんですけども、今から考えると、ああ、こういうことだったんだなって思うのがちょっとあるらしいんです。それは、結局ね、同じようなものばっかり書いてるんですよ、みんな。だから、もう、1ページ見ただけで、あ、またこのタイプね、はい、もういいです。もういいです。はい。来た。またこれも同じようなやつ。もういい、見た、知ってる。もう大体同じような、わかる。あ、またこれもやってなるらしいんですよ。でこれは何も漫画に限ったことじゃないんじゃないのかなと。例えば僕が目指している小説なんかの世界でもそういうことあるんじゃないかなと。ね、小説でもパッと結構ありますよ。1ページ目見て、あーまたこんなやつね、あーもういいみたいなね。今で言ったらどんなのがあるのかわからないです。よく来るのは何なんでしょうね、わからないですけれども、まあ、今だったらコロナとかなんですかね。もうそれこそ今度の新人賞なんかでバッと見たらね、私はコロナ、あーもうコロナはいい、うん、コロナにかかって、ああ、コロナが流行って家にいる昨今、ああ、もういい。もうちょっとコロナのこと書いてもいいけど、もうちょっとこうひねりませんかみたいなことがあったりするのかもしれません。漫画でも同じようなことがあると。またこの題材みたいな。ね。なので、まあ、それはもう一ページ目わかるので、それはモノマネであったり、工夫のないものだったりするらしいんですね。例えば、ドラゴンボールが流行れば、ね、少年が、なんか戦って修行する話みたいな、あなんか知ってるなこれみたいな、見たことあるなみたいな、なんかねあるんでしょうね。僕には分からないですけども、その漫画の世界はでも似たようなものモノマネっていうのはあるんだと思います。はい。でですね、最初の1ページをとりあえずめくらせろと。最初の見て、ああもう、うん、ちょっとおもろそうやなってどうやってさせるかっていうことなんですよね。はい。で売れてる漫画の最初の1ページをですね、この荒木先生はですね、とにかく分析しまくったらしいんですよ。やっぱね、売れてる人ってね、勉強してるんですよ。売れてる本っていうのは、売れてる漫画っていうのはどんなのかって言って、もうめちゃくちゃガーッと調べたらしいです。片っ端から。ね。で、もちろん研究はしないといけない。ただ研究をした上で分析してはいい、するのはいいんですけれども、真似てはダメっていうこと。研究した上で、では自分ではどうするだろうかを常に探求してくださいと、荒木先生はおっしゃっております。はい。で、最初の1ページ1ですね。どんな絵を描くか。ね。これいろんな絵があるらしいです。例えば綺麗な絵だとか変わった絵だとか不気味な絵だとかね。いろんなもの。とりあえず目を引く絵を描くこと。で、その絵はどんな種類の絵かっていうのを決めること。ね。で、次に読みたくなるタイトル。ね。例えばで出してますけど、先駆け男塾。先駆けっていうだけでもうヤンキー漫画やんってわかると。男塾ホラーなってことですよ。もうタイトル見ただけで、先駆け男塾って言うてるんですから、それはラブコメではないですよね、どう考えても。どう考えてもラブコメではないし、ね。
甲子園に行く話でもないですよね、多分ね。先駆け男塾を言ってますから、でちなみになんですけれども、この荒木先生はですね、サザエさんとかちびまる子ちゃんみたいな、割とその出てくる登場人物もしくは主人公の名前がボンと出たタイトルが好きらしいんですよ。そういえばそうですよね、ジョジョの奇妙な冒険で、まあ読んだことない方は分からないかもしれないですけれども、まあジョジョなんですよ、主人公のジョジョなんですよ、まあそれかジョセフ・ジョースターであったり空城城太郎であったりとか、まあいろいろジョナサン・ジョースターであったりとか、まあ変わるんです。まあでもジョジョなんですよね、だから主人公の奇妙な冒険なんですよ。ああなるほどと。でね、岸辺露伴は動かない、岸辺露伴っていう人が出てくる漫画も書いてるんですけども、サイドストーリーみたいなやつで、それも岸辺露伴は動かないってこうやっぱ名前を出すのが好きみたいですね、どうやらね。で、続きましてタイトルの次はですね、いいセリフとはね、いいセリフを書きましょう。ドキッとする、ドキッとするセリフ、しっとり落ち着くセリフ、癒されるセリフ、悲しいセリフ、怒りのセリフなど、まあ感情が乗っかったセリフを書きましょうということですね。まず最初にそういうのをボンと書きましょうということです。で、一コマ目、漫画の一コマ目はですね、5W1H、ね、これはいつどこで誰が何をしているかということですね。この 5W1H が基本と。で、荒木先生はですね、サスペンス好きなんだそうです。なので、例えば、今主人公はどこにいるんだと読者に思わせるコマを最初にポンと持ってきてですね、だんだん構図を引いていくと、みたいな。実は病院の中に閉じ込められているのが分かるみたいな描き方をするらしいです。だから最初にうんと思わせるってことですよね。やっぱ引きつけるってクエスチョンマークなんですよ。何これ、どういうことっていうことなんですよね。だから逆こそ真なりじゃないですけど、コマーシャル今はどうなってるのかな。昔テレビってテレビ番組をやってる途中よりコマーシャルの方が声大きかったんですよ。なんでかっていうと声がバーンと大きいからみんな注目するっていうんですけども、僕は逆だと思っていて、急に声小さくなったら何ってなりません？こっちで何かやってても急に声小さくなったら止まった？みたいな、あ、なんか言ってる、って注目するんじゃないかなと。要はその何ってクエスチョンにさせるってことですよね。すると引きつけられると。で、複数の情報を同時に示すと。例えばセリフだと主人公に今日はパスタでも作ろうかなと言わせるとね。この今日はパスタでも作ろうかなって何気ない一言は、主人公はイタリアンが好きなのかな、自分で料理する人なのかなと、多分家族や恋人はいないんじゃないかな、一人暮らしでしょだってとかね、貧乏じゃないな、パスタ作るぐらいだもんみたいな、そのたった一言で主人公の情報がわっと出るような一言を書きましょうっていうね。これは小説でもありますよ。ちょっとこういうの説明したい、でも、彼はこうでこうでこうだ、彼は、恋人はいない、彼女もいない、あ、一緒やな、恋人もいない、家族もいない、貧乏ではない、自分で料理をする人でイタリアンが好きなのであるって書かれても、長ったらしいわいってなります。それを一言で今日はパスタでも作ろうかなって言ったら大体わかるっていうことですよね。で、一コマ目で 5W1H、 二コマ目で主人公の異様な行動を描いてですね、これは普通の漫画とは違うと思わせる。例えばさっきのパスタでも作ろうかなを一コマ目にしましょうと。パスタでも作ろうかなを一コマ目、二コマ目にじゃあ小麦畑に行くかって書くと、何こいつってなりますよね。パスタでも作ろうか、さあお湯に火をつけてやった普通のやつですけど、さあパスタでも作ろうかの今度二コマ目にじゃあ小麦畑でも行くかって言われたら、あ、こいつかなりクレイジーだと、原料から取りに行くんだと、なんじゃこいつだと思いますよね。それで一気に引きつけると、何この漫画と、この主人公ちょっと変やぞっていうところで引きつけると、すると面白いっていうことなんですよね。で、続きましてが導入の書き方です。今までのが導入の書き方ね。で、2つ目が押さえておきたい漫画の基本4大構造ということについてですね、実際に漫画を書くときにですね、常に頭に入れておくべきこと、それは僕が漫画の、僕がというか荒木先生がですね、荒木先生が、漫画の基本4大構造と呼ぶ図式だそうです。まず1、キャラクター、2、ストーリー、3、世界観、4、テーマというね、これらの要素を統括しているのが絵ですよね。
絵という最強のツールで、でさらにセリフという言葉でそれを補うという図式が漫画の図式です。この基本4大構造はおそらく編集者も意識して読んでるらしいんですよ。まあまあそうでしょうね。キャラクター、ストーリー、世界観、テーマっていうのを意識して、編集者も読んでるはずですよと、で欠かせないものはキャラクターと世界観だそうです、はい、で極端な話、ストーリーのない漫画を描くことは可能なんだそうです、でここで例として、例えばでサザエさんって言ってるんですね。意外ですよね。サザエさんとコチカメはキャラクターを中心に描いている漫画の代表なので、ストーリーと言えるほどのストーリーはないと言い切ってます。そうですかね。でもまあそうかな、日常のスケッチのようなものだと書いてるんですよ。ストーリーらしいストーリーはない。でサザエさんはおっちょこちょいですよ。それこそね、ねえねえ、あの買い物行こうと町まで出かけたのに財布を忘れて愉快なサザエさんですから、そら、でもこのもうおっちょこちょい抜けてるみたいなのがキャラクターなんで、もうこの人が歩けばそら、でそれを日常のスケッチを描けばそらストーリーになるんですよね。だから我々が見ているサザエさんってストーリーのようで、そうじゃないんですよ。キャラクターが動いてるんですよ。カツオはいたずらっ子ですから、いたずらをしますよ。で怠けますよ。勉強できないですよ、ね、すぐお父さんを騙してなんか逃げて遊ぼうとしますよ。ほんでお父さんを怒る人ですから、バカモーンって言いますよね。あれはストーリーのようで、キャラクター同士をポンポンポンと置いてりゃ自然とそうなるっていう、ただの日常のスケッチなんですよ。そういうことなんですよね。こち亀もそうですよ。あんな悪い警察官ですから、なんかあってわーって言ってる途中にパチンコやってた、ちょっとパチンコ行くかってパチンコ行ってもうたと。ほんならね、パチンコしてる横に部長がおって、こら両津何をしてるんだみたいな、いや部長こそ、これストーリーのようで、まあそのキャラクターを動かしたら勝手にそうなるっていうことですよね。だからキャラクターというのはそういうことなんです。こち亀やサザエさんというのは実はストーリーっていうストーリーはないと荒木先生はおっしゃっております。はい。で逆に世界観を中心に描くことを主軸に置いた漫画の代表といえばアキラ。アキラはそうですよ、世界観ですよ、ザ世界観。そうですよね、アキラって近未来を描いた、まあ、まさに今ね、現在のことをちょっとね暗示してるんじゃないかというような、オリンピックが中止だとかね、WHO をちょっとみんなが批判したりだとか、そういうようなことが漫画にポンと書いてあって、あれは予言書なんじゃないかなんて言われてますけれども、あの世界観はまさに世界観オンリーと言ったら失礼ですけども、世界観バーンとドヤーっていう漫画ですよね、アキラね。アキラ、あとはあのコブラなんかもそうだと、おっしゃっております。で、この基本四大構造の何か一つを突出させる書き方もあるんですけれども、王道漫画を書くのであればこの4つのバランスは取れていた方がいいよとおっしゃっております。はい。でヒット作を常に分析する習慣を立てた方がいいですよ。よく考えてみてください。この荒木先生大天才なんです。なぜか今流行ってる漫画よく考えてくださいよ。鬼滅の刃、ワンピースね、2つとも能力系の漫画なんですよ。能力系の漫画を世に出したのはこの荒木先生ですよ。荒木先生のスタンドっていう発明があるんですよ。ね、能力ですよ。ね、まあ読んだことない方は分からないかもしれないんですけれども、今流行ってる鬼滅の刃、呼吸を使いますよね。水の呼吸、全集中ってやってますよね。あれ能力ですよ。でワンピースはあの身を食べますよね。でゴムゴムの身を食べて、ゴムの能力っていう能力系ですよね。で小田先生も小田栄一郎先生も、後藤先生もね、小夜春先生もこの徐々に影響を受けたと公言されております。すごいですよ。だからこの人はね、荒木先生ってやっぱすごいんですよ。そんな荒木先生がおっしゃっております。ヒット作を分析する習慣をつけましょうって、ね、で漫画に限らずなんです。小説を読んだり映画を見たりするとするときにね、この今言った4大構造、キャラクター、ストーリー、世界観、テーマの図式と照らし合わせながら探っていくといいよっていうおっしゃっております。はい。例えばで出しているのが孤独のグルメ、まあ、僕ちょっと見たことないんですけども、孤独のグルメ、井の頭五郎という主人公が、どうご飯を食べるかということをひたすら描く漫画らしいですね、僕知らないんですけれども、まずこの漫画はもうその4大構造を抑えていますよと。まず1つ目に B 級グルメという世界観、ね、B 級グルメを食べている、ね、で、2つ目、井の頭五郎という際立ったキャラクター、
そして、食事が戦いとも取れるような雰囲気でどういう料理が来るのかというサスペンス要素もあると。でまた最初に前菜なり突き出しを食べて最後にデザートで締めるというように食べること自体がストーリーだと、ね、で、井の頭五郎は一人で食事を楽しむという一貫した哲学がありこれがこの漫画のテーマになっていると。ちゃんと基本4大、4大構造を抑えてるんですね。この孤独のグルメ面白そうですね。ちょっと僕読んだことなかったんですけど読んでみましょうかね。はい、ということで、何回あと何回なることやることになるか分かりませんけれどもできるだけコンパクトにやってるつもりなんですけれども、もうこれで20分経ってしまったので、また次回ということになります。漫画をね描きたい方とか、まあ、漫画に限らずですけれども何か創作をされる方ぜひ、この動画、今日の動画そして続きますのでチャンネル登録の方をしていただいてですね、いつでもチェックできるようにしておいてください。というわけで今日ご紹介したのはこの荒木宏彦の漫画術でございました。まず1回目でございます。あとそうですね章立てで言いますと、6章ぐらいまであるのであ7章まであるか7章まであるので最大7回ぐらいまでやります。そこまでいくかどうか一応コンパクトにしようとは思ってますのでぜひお楽しみにしてください。それでは今日は以上です。どうもありがとうございました。